はい、お待たせしました。それでは長島飼育係、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、今回キリンテラスで最初の、キリンの出産がありましたので、それについて、お話しさせていただきます。キリンの担当してます長島と言います。よろしくお願いします。配信も映ってるのかな、お願いします。この今いきなり写真出てるんですけども、左側が、皆さんから見ると右側ですね、リンという母親のキリンで、今回生まれたのが、右左側かなの小さいキリンになります。はい、今回8月13日に生まれました。で、性別がオスです。父親はマル、母親がリンです。で、妊娠期間ですね、466日でした。キリンの妊娠期間が450から470日と言われてますので、まあまあ平均的な日数なのかなという感じです。私キリンの担当になりまして、今年2年目、去年、レンというオスが生まれたの、記憶に新しい方もいるかと思いますが、レンが464日でしたので、まあまあ同じぐらいかなという感じです。リンはベテランのお母さんで、今回5頭目の出産となりました。マルは3頭目ですね、のお父さんです。いきなりですが、出産の様子をですね、でご覧いただきます。この辺にそのうち出てきます。ちょっと見ててください。時間がですね、夜中でしたね。午前3時25分夜中に生まれて、朝来たらもう子供が部屋にいる、1頭増えてるという状態でした。この部屋、今回、産室として使ったんですけども、キリンテラスがですね、この部屋から隣に1、2、3部屋のその壁の向こうにキリンテラスがあります。皆さんテラス見ていただいているところ、テラス向かった時に右側ですね、壁の中1、2、3部屋開けた4部屋目が、このお部屋になります。キリンのパドックツアー参加していただいた方、なんとなくイメージつくかと思いますが、パドックツアーでご案内している部屋が一番こっち側の奥の部屋になってました。今生まれましたね。これがキリンの赤ちゃんです。で、このカメラのシステムですね、新しいキリンテラス、新しいキリン車になってから導入できましたので、こんな風に映像で残っている、夜間の映像が残っているっていうのは、今回新しい成果なのかなという感じです。リンもかなり落ち着いてますね。もう5頭目なので、なんとなく分かってくれてるのかなっていう感じがしました。子供はまあ大体これで普通ですね。なんか死んじゃってんのかなとかって思うぐらいに動かないんですけど、最初のうちはこんな感じです。では続きまして、今度立ち上がるところですね。先ほど生まれてから約1時間ぐらい経ってますね。朝の4時35分です。8月半ばの朝4時半なので、もうちょっと外は明るくなり始めてます。やっと立ち上がって、お母さんがしっかり、子供の体舐めてきれいにしてあげてます。この前もですね、何回か立ち上がってはいたんですけど、やっぱりすぐ倒れてしまってというのを繰り返していて、この4時35分このタイミングでやっとしっかり立ったかなという感じでした。ちょっとフラフラはしてますがね、しっかりもう立てているかなという感じですね。このリンが正確なのか、まあ慣れてきた5頭目からなのかはちょっとわからないんですけど、かなり子供にべったりしているような印象を受けています。しっかりこうやって世話焼き、しっかり世話してくれてるなっていう感じがします。続きまして、初乳と書かせていただきました。初めておっぱい飲んだところになります。
今ここにいますね。この壁の向こう側、ルンというオスの個体がいます。お父さんもお母さんも同じ、兄弟、お兄さんにあたる個体です。今2歳ですね。時間でいうともう5時前ですね。外かなり明るくなってます。先ほどの立ち上がってから30分ぐらいで、初乳おっぱい飲んでくれたようでした。この初乳という生まれてから数時間以内に飲むミルクがですね、とても健康に育つのに大切なものでして、最初の子供に欠かせない栄養だったりとか、あと病気に対する抗体なんかも最初のうちは入っていて、その後に飲む普通のおっぱいとはちょっと成分が違う特別なものになります。最初ね、このお腹の辺を探ってたんですけど、実際もうちょっと奥なので、この辺にあるので、この後ぐらいかな。でリンもね、嫌がることなくしっかり授乳してくれました。なかなかね、最初は見つけられないみたいですけど、それでも誰に教わるわけでもなく、こうやって自分でおっぱい飲みに行ってくれます。この辺でそろそろ見つけたかな。あ、この辺で飲めてるみたいですね。これが動画見る限りでは最初の授乳なのかなっていう感じです。お兄さんがね、ルンが気にしてますね。それではですね、今の動画だとちょっと見づらかったかと思います。こちらも初出しの画像かな。パドックツアーでもしかしたら見た方いるかもしれませんが、引っ越す前ですね、古い建物の最後の出産になりました。レンの出産です。お母さんステップです。の出産がですね、昼間でした。破水が11時12分、お昼前だったので、昼間で、逐一見れまして撮影できました。せっかくなので、ここでね、わかりやすい写真で紹介させていただければと思います。まず最初はですね、前足から出てきます。前足から始まって、まあ両前足ですね。で、このひづめの先っぽ、手の先っぽのところ、白くなっています。これ、お風呂入りすぎて爪がふやけてるというのとはちょっと違います。手の先、ひづめの先にタンパク質でできたカバーがついていて、これによってお母さんのお腹の中傷つかないようになっています。で、今、これは、こういった膜とか、このカバーをお母さん食べているところです。ね、ちょっと取れかかってるところですね。このカバーですね、普段は出産後に、お母さんが食べてしまうので、なかなか見ることはできません。ステップの場合はもう産む前から、さっきの画像のように食べていました。そして両前足が出たら次、頭が出てきます。頭はですね、お腹の中で引っかからないように、角が内側に倒れています。で、この角は、この個体ですと大体20日ぐらい、20日ぐらいでほぼほぼ立ち上がってきたかなという感じでした。これが11時58分撮影です。続きまして、頭まで出てきて、首も出てきて、この肩のとこですね。ここが、キリンをはじめ多くの動物では一番太いところになります。お母さん一番大変なタイミングです。さっきの頭の写真からだいたい10分、15分ぐらいの頃ですね。そしてこの肩が抜けると、一気に生まれます。先ほどね、動画ですとちょっと暗くて見づらかったかもしれないんですが、写真で見るとこんな感じです。お腹が動いてて呼吸しているのは、その場で見れました。ですがほとんど動かなくてちょっと心配になるぐらいでした。でもこれが、普通の生まれたての様子です。12時半ごろの写真です。そしてですね、さっきの写真からほんの5分ぐらいでだんだん顔を上げ始めて、
で、お母さんもね、しっかりステップウィザンだったんですけど、初めての出産だったんですけど、ちゃんと子供舐めてやって、きれいにして、立ち上がるように促していました。これが1時35分の、写真です。子供もね、だいぶ表情が出てきました。そして、その後ですね、やっと立ち上がったところです。お母さんしっかり、舐めてくれて、お世話してくれています。これが、午後2時10分、生まれてから1時間45分かかりました。レンですね、今でこそもう大きいですが、この時だいたい180センチぐらいの身長でした。で、これもまた初乳ですね。おっぱい飲んでくれて、ここまで来れば、飼育係としてはとりあえず一安心かなという感じです。立ち上がった後またもう少し時間かかりまして、生後2時間5分、2時半ごろですね、おっぱい飲んでくれました。これがレンの時ですね。では次はまたリンの、今回のリンとリンの5頭目の子供の動画に戻ります。生まれた次の日ですね、生まれた日の朝飼育係が生まれてるな確認して、その次の日の動画になります。おっぱい飲んでるところですね。頭でこうやってグッグッとお母さんのお腹を押しておっぱい出るように促しています。ステップレンの時はお母さんちょっとおっぱいあげるの嫌がるタイミングがあったんですけど、リンはさすがベテランさんでしっかり授乳してくれました。続きまして同じ日ですね、水で遊んでました。これ SNS に出さずに今回のために撮っておいた秘蔵映像になります。ちょっと今日動画撮影していただけないということなので、もしかしたらこの後 SNS とかにあげようかなと思います。さっきと同じ日ですね、もう水とか、まあ、いろんな壁とかにも興味津々で、いろんなところを、舐めてみたりかじってみたり、こうやって水でなんだろうこれみたいな感じで、この動画見る限り結構活発なように見えるんですが、割とおとなしい個体なのかなっていう感じはしています。続きましてこれも同じ日ですね。よくキリンって寝るんですかって聞かれるんですけど、これがまあ寝てるっていうところなのかなっていう感じです。子供はよく寝るようですが、私は、この日初めて見ました。これも動画なので、こんな感じで自分の腰のあたりに頭を預けてキリンは眠ると言われています。この今回の子供は、結構よく寝てました。この日が初めて見れたんですけど、この後も数日間ですね、この同じ場所に日中とこ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 歩いてきて、お母さん全然別のところで餌食べたりしてるんですけど、自分でここへ来て一人で休んでる様子が見れました。次にですね、今回の子供の体重の変化です。今回キリンテラススクイーズケージというものを導入させていただきまして、体重計が、キリンの建物の中に入っています。で、この体重計があったおかげでキリンの体重が測れました。生後2日55キロから始まって、先輩方の話とか文献見ると70キロ80キロなんていう記事もあったりするんですけど、今回は55キロから始まりました。で、順調に伸びていって9月22日ですね、ちょっと前ぐらい、そこで95キロでした。で、9月26日に測ったら104キロ。ここで、8月13日生まれですので、1ヶ月ちょっとぐらいで100キロを超えて、で、10月11日、このスライド作った当時ですね、116キロまで、体重乗ってきてます。で、データちょっと日付バラバラなんですけど、実際にはだいたい1週間おきぐらいに体重測れています。
成長は順調なのかなという感じです。ちょっと最初の時はさっきの蓮に比べても細い感じがしてたんですけど、だん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 体重も乗ってきて餌も食べてくれて、今はもう一安心かなという感じがしています。次にですね、これは、練習してた時ですね、キュエビリーを使って練習をしてました。ちょっと時間かかってしまったんですけど、初めての練習は実は9月5日にもう出してました。その時の動画です。この個体はですね、落ち着いていて、特に問題なさそうな感じでした。むしろお母さんがやっぱ自分の子供がいる分ちょっと緊張しているかなっていう感じがしてました。で、まあこれでもうすぐ出せちゃうかななんて思ってたんですけども、このあと実はこれ奥のガラスにぶつからないように木をこうやって組んで、バリケードを作ってたんですけど、ここにちょっと、この子供が足を引っ掛けてしまう場面がありまして、危なかったので、この日を境にもう一回この木を組み直して、手前側もちょっと木入れさせてもらって、もう一回整備してから、今回の展示となりました。この砂を一生懸命食べてるんですね。これは、蓮の時まだ古い方の建物でしたので初回は外へ出したんですけど、蓮もやっぱり、最初の頃は砂を食べたり、地面をよく気にしてました。でその前のルンの時もですね、僕はまだ担当ではなかったんですけど、前任の話ですと、やっぱり、砂食べたり地面よくなんか探索してたって言ってました。そして、こんな練習を経て今回ですね、18日についこの間ですね、やっと、公開することができました。今日見に行っていただいた方いますか？ありがとうございます。ぜひね、この後も時間ありますので行ってみてください。だいたい4時頃までは今日も、見れるんじゃないかなと思います。それからですね、見に行っていただいた際に、キリンテラスの中にこんなポスター貼ってあります。それから、正門入ったところにも今貼ってあります。それからホームページからもアクセスできます。キリン、今回生まれたリンの5頭目の子供の、名前投票を今行っています。飼育係で考えさせていただきました5択5個名前の候補ありますので、ぜひ、これぞと思う名前に投票していただければと思います。それではこんなところで、キリンの赤ちゃんがキリンテラスで初めて生まれましたよという話でした。ありがとうございました。長島飼育係ありがとうございました。なかなかですね、今回の赤ちゃんは SNS に載ったりしてなかったのできっとどうかな、今どうなのかなって楽しみにしてくださった方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。今回ですね、キリンの赤ちゃんについてなかなか体重も測れないところが多いので、今回キリンテラスが新しくなったことで、そういった細かいデータまでこのズームミーティングの場で発表できて、皆さんにお知らせすることができてよかったなと、ちょっと隣に思いました。はい、それでは、皆さん何か質問ありましたら手を挙げてください。これを機に、はい、今参ります。人間の子供のやつ、下の子が生まれると上の子が赤ちゃん返りするとかいう話を聞きますが、ルン君は何か変わった様子は見られましたか？はい、質問ありがとうございます。ですね、ルーンはもうすでに、今回の出産のこともあって、親とは部屋を分けて夜中飼育しているのと、日中も今まだ子供がリンのそばにいるので、たまにしか一緒にできていない状態です。そんなところもあってなのか、そんなにそのたまに一緒にしてみてもなんか反応が変わったっていうのは感じないですね。でキリンっていうのは、赤ちゃん生まれたらしばらくするとどの動物も発情回帰って言ってまた次の赤ちゃんを産めるようになるんですけども、キリンは結構それが次が早いみたいで、リンもぼちぼち実はまた次もうちょっと準備でき始めてるかなっていう感じが今してるんですけど、
野生でも、1歳の子供と生まれたての子供が一緒に授乳受けてるなんていう、観察もされてるぐらいで、そんなところであんまりそのなので次の子が生まれたからっていうのはないのかなっていうふうには感じています。他に何か、ありがとうございました。キリンの角が、何のためにあるのかっていうと、上の方向はって黒い部分でとか、あと触感とか、触感じゃないかな柔らかさとかって教えていただきたいです。はい、何のためにあるのかと言われるとちょっと難しいんですけど、オスなんかは、ネッキングなんて言って、首をこう他の個体にぶつけたりとかして、力比べをしたりします。そういった時にやっぱ突起があるとちょっと相手にとっては痛いのかなっていうのは、僕の考えたところですけど、そんな風には感じます。それからですね、この角の柔らかさ硬さなんですけど、実際に触ったことは僕はないですね。ただこの中には、骨が入っていまして、で成長とともにその骨が、頭蓋骨、頭骨に、融合っていうんですかね、くっつくと言われています。なので中には骨が入ってて、まあ表面そんなに肉は乗らずに皮一枚みたいな感じになっているはずですので、触り心地というとそうですね、そんな感じの、例えばですけど皆さんのすねとか骨がすぐあるような、そんなイメージでいいんじゃないかなと思います。他に質問のある方お願いします。今回生まれた赤ちゃんのお腹のあたりから紐のようなものが垂れてたんですけど、あれはそのようだと思うんですけど、あれはあのままに大丈夫なんですか。はい、そうですね、ちょっと確かに長くついてるまんまだなっていうのは今見てるんですけども、普段ですと外へ出したタイミングで下の草に擦れたりして取れたりとか、あとまあ乾燥してくれば勝手にポロッと取れたりするものです。で、あれが例えばずっと乾かずにぐじゅぐじゅちょっと産んできちゃったなんていうと問題なんですけど、今のところ乾燥はしているようですので、そのまま今取れるのを待っている状態です。今回赤ちゃん以外の質問は、赤ちゃんですけど、まだ立ったまま出産してて、かなり高さがあるなって、やっぱり怪我とかってしないものがうまくこう落ちるんですか。はい、ですね、キリンは、野生では地面、土の上なので、ある程度、クッション性というかあるのかなとは思うんですけど、この獣舎はおっしゃる通り下コンクリートです。なのでもしもの時は何かあるかもしれません。ですがそれをただただ、見てるわけでは当然なくてですね、ちょっと見づらいんですけど、ここ、コンクリートの上に、麦わら藁を敷いてあります。でこれ普段から敷いてるものなんですけど、出産の時はですね、出産予定日の1ヶ月前ぐらいから徐々にこの藁を足して床厚くしていきまして、キリンに踏み固められてもなお10センチぐらいその藁が入ってるぐらいに床をふわふわにしてあります。なのでよっぽどその落ち方が当たりどころが悪くない限りは、大丈夫なはずです。それから高く落ちるとはいえですね、あの高さ、子供自体の高さがあって、こう出てきた時に頭から出ますので、頭から地面につける。でその何ていうんですかね、下半身がまだお母さんのお腹に残ってる状態である程度は垂れてきてますので、例えば脳とかっていうのはある程度実は地面に近いところからこう降りてきてるんじゃないかなとは思います。今赤ちゃんが食べているものといいますか、食事なんですけれども、主に母乳を飲んでいると思うんですが、草は今食べているんでしょうか。
はい、もう食べ始めています。今のキリンテラスもですね、まあ日によるんですけど、コアラの残りのユーカリなんかももらってきてます。そのユーカリの葉っぱも今もうすでに食べ始めています。いろんなそういったものをこうハムハム、かじり出したというんですか、口に含み出したのがだいたいそうですね、生まれてから10日か2週間ぐらいで、そういうまあちょっと見てないところで実はやってるかもしれないですけど、動きが見え始めたのがそのぐらいの頃で、でまあそこからもう少しした頃にはあれもう飲み込んでるねなんていうふうに見てました。他に質問は大丈夫でしょうか。あ、はい、あります。さっき子供のキリンが寝てましたよね。親はどういうふうに寝るんですか。親もですね、寝るときは同じ、姿勢になると言われてます。ただですね、ほとんどその瞬間が見られない。座って休むところまで、あの座った状態で首は起きているっていう状態はまあたまに見れるんですけど、あそこまでしっかり首をこう自分の腰に乗せて、もう完全に首をなんていうんですかね、乗せちゃって預けちゃって寝てるっていうのは僕は見たことがないですね。今日君見に行ったら、足を広げて下の草を食べてたんですけど。下の草も木の葉っぱも自然っていうか普通に食べるものなんですか。はい、そうですね。基本的にはやっぱ木の葉っぱがメインで、食べている動物なんですが、下の草も食べれなくはないという感じです。で、あの姿勢っていうのが野生では水を飲むときに、水は地面にしかありませんので、あの姿勢をとっています。なのであれが無理している行動っていうわけではないですね。そろそろ時間が迫ってきましたので、もう一つぐらいいかがでしょうか。次で最後ぐらいにしようかなと思いますが、よろしいでしょうか。大丈夫。はい、じゃあ、これで、ズーミーティングは終了したいと思います。名前の候補って言ってもいいですか。あ、はい、はい、じゃあすみませんお願いします。はい、名前投票を現在行っていますけれども、名前投票の候補、5つあります、はい。まず1つ目、秋、由来は8月13日の誕生花、はいはい、秋のキリンソウ、秋のキリンソウというのがたまたまキリンソウだったんです。あ、すごいですね。はい、秋のキリンソウの誕生花ということで秋。まさかキリンとは名付けられなかったので秋の方を取らせていただきました。で、2つ目、マリスケっていうのは、はい、マリスケはですね、お父さんマール、お母さんリーンですので一文字ずつ取って、まあ、語呂的にスケということでマリスケ、はい、マリスケです。はい、3つ目はフーです。フーの由来は、はい、フーがですね、出産の日ものすごく風が強い日でしたので、風という字音読みですね、フーっていう名前の候補です。はい、で4つ目が、ハチ。はい、ハチはですね、8月生まれということでハチという候補を入れさせていただきました。はい、そして最後はテラです。はい、テラはなんとなくもしかしたら予想がつくかもしれないですね、キリンテラスの1頭目ということでテラですね。それからラテン語で地球とか大地っていう意味があるみたいです。で、以上5つの候補になりました。どうでしょう、皆さんもうすでに投票済みですか。あ、投票済みですね。ありがとうございます。まだの方はですね、当園のホームページからも投票ページアクセスできるようになっていますので、ぜひご覧ください。動画でご覧いただいている皆様も概要欄に、ページを貼っておきますので、ご覧ください。はい、ということで、キリンの名前投票のお知らせでした。今月の30日まで受け付けてますので、ぜひ投票してください。そしてキリンテラスもぜひ来てもらって、実際にキリンの赤ちゃん、キリン の大きさっていうのが体感できるのがキリンテラス のガラス展示になっていますので、ぜひですね、今はこのくらいのサイズ、次また来た時どのくらいになってるかなとか、毎回見れるとは限らないんですけれども、そうやってキリンの大きさを体感しながらですね、成長を見守っていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。ということで本日のズームミーティングは終了したいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。